尖閣神社は沖縄県石垣市深いにある神社である。2000年に尖閣諸島の魚釣り島に創建され、2019年に現在地に遷座した。祭神は伊勢神宮から誕生したアマテラス大神香及び大和武の命。尖閣諸島の鎮護と東、シナ海を航行するすべての船舶の安全をお願い。 2000年4月20日に、魚オツ島2392番地に創建された。尖閣神社創建の事業は、日本青年社の主導で行われ、木造の祠が建設された。創建に際しての神事は、戦後では初めて、魚釣島に神職が上陸して採用された。毎年、日本青年社が、島内の2カ所に建設した灯台の点検整備のため、 魚釣り島を訪れる際、霊祭並びに船舶航行安全祈願祭が行われている。2期の灯台のうち、魚鶴島灯台は日本青年社が所有権を放棄して政府に寄贈したため、現在では海上保安庁が管理する国有財産として登記され、海図にも記載されている。2004年3月24日、中国人活動家7人が、 日本の領海を侵犯し魚釣島に不法上陸。沖縄県警察の取り調べや実況見聞によりホコラに壊された形跡があることが明らかになった。日本青年社はホコラ島の現状調査のため魚釣島上陸を目指したが海上保安庁により石垣港からの出港を差し止められた。この事件を日本青年社は沖縄県警察に訴え、 被害届が受理された。日本青年社は被害届が受理されたことは尖閣諸島に日本の主権が及んでいる証拠と主張している。後日、尖閣諸島に上陸した日本青年社により祠が再建され、尖閣神社と記号された石板が設置された。祠と石板は頑丈な花崗岩で作られている。2008年に祠が破壊され、それ以降は 社がない状態であったが、2019年に石垣、島北西部の沖縄県石垣市深いに移設、再建され、2月17日に宝祝祭が取り行われた。新しい神社は、正面から見て、本殿の約160キロメートル先に、魚釣り島を望む位置関係にある。また、奥宮には修復された祠が収められている。ありがとうございます。